ワイワ、抹茶です。今日はね、この多頭クエで特殊条件が3つついてるってやつ、これ唯一俺1個だけなんだよね。まだ特殊条件3つ持ってるシリーズで、単体のやつはベリオロスとか、セルレギオスとか、あとどっかにか、八ヶ岳のやつとかもあるんだけど、多頭クエストに関してはこれだけなんで、相当珍しいクエストなんじゃないかな。じゃあ、早速この修羅場みたいな、並べのクエストをやっていきます。はい。もうちょっとこっち来てくれないかな。イカとかいるんだけどな。こっちの方だったら。カニもいるらしいな。えい。ひたすら斬撃特化の装備になってるから、頭に負担をかけていきますわよ。よいしょ。これはあれだな、鬼火ダウンだな。1クエスト中唯一1回だけ鬼火ダウンは入るから、それが入った感じだな。よし。落とすか。一回バックステで足りるってのがいいな。お、あ、これでもう足りるんだ。1段目だね、これ。主ダウンの。なんか2段目まで余裕で入りそうだな。意外とサクサクいけるじゃねえの。早替え術で体力は回復して、よし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 。すごい狩りやすい。とかでも30分クエストだもんな。体力低いんだな、明らかに。高いはずはないわな。にしても違和感を覚えるぐらいには弱そうな雰囲気がある。オッケー。これ2回目か。マジサクサクいけるじゃん。思ったよりいけるんじゃないか。あれ、一応つくやつだから、慢心したらマジでやべえ。よし。さすがに1回だから間に合うはず。よし。あとは先行弾はまだまだあるんで、どんどん使っていきましょうね。弾はあと1回かな、感覚でだけど。確か先行弾はどのモンスターも撃墜は、3回までのはずだから。あと1回だけだな。よし。OK! 本当に狩りやすいな。よし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 。この後は、撃墜は特に気にせず、やっていこうかな。撃墜が入んないからな、もう。先行弾。3回使った分。えい。よし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 。意外と当たんな。ちょっと三つ虫のやつ取りてえんだけどな。お、ナイス。歯がゆいな。あ、でも早回術で十分回復してんな。気がついたら体力がこんなことになってる。ナイス瀕死。あとチョンじゃね、ダウンまで。ナイスガルク。なんか虫霊が意外と狩りやすいモンスターだな。先行弾補充してくるか、一旦。4分切りぐらいだったね。はい、じゃあ先行弾を補充していきましょう。ヌシレア倒した後が本番なんだよな、このクエスト。よいしょ。ゼクスが強いからな、なんといっても。結局のことな。よし。こいつでいかにおつらないように立ち回るかっていうのが何よりの大事よ。俺は苦手なモンスターでもあるからな。OK! 後ろも柔らかいもんね。この電化状態の尻尾。よいしょ。当たっかな。いや、当たんねえか。1回だけだ。 OK。 2発来るよな。ちゃんと動きを見てだな。こいつリバグラを適当にやってるとすぐ落ちちゃうからな。何回それで落ちたか分かんない。よし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 。そろそろバーストすんじゃね。へっ。オッケー。頭に当てれてますね。当たれい。ナイス。意外と今日立ち回りは冷静だな。なんかさ、ちょっと動画の撮れ高が
今のところ普通に枯れてるだけなんだけど、十分か。よし、まあ、このゲソ油断ならないからな。一回落ちたら終わりっていう、そういう排水の陣っていうか。よし、緊迫感が常にあるからね。喋りに夢中になって落ちてしまうのは本末転倒だからな。よいしょ、かけ入れ虫がちょっとねえなあ。 OK、 そうだ、まだ取ってなかったな。8番のあーラージャンとか持ってってもよかったかな。いやちょっと失敗したから、ラージャン持ってきてもよかったな。ラージャンのところでラージャンぶつけてラービーム連発させた方が強かったかな。まあいいか、これでも十分出るやろ。74を一発あたり10回打ってるから 740×3 匹みたいな感じだな。とりあえずかなりダメージ出てるな、あの環境生物に。えい、さすがにまだスタン取れないが、ナイス巻き。ワンチャンしびれされるかこれ。よし、これで、あえて相手の憎いそう軟化させていこうか。解除される。でもちょうど肉質やわやわになってる。おー、ぶれ。今リバブラーだったんだけどタイミングミスだ。リバブラーが出る前に避難してた。ガード判定が入った。やべ、大丈夫かな。おいしょ、怖すぎ。オッケー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 、とりあえず頭解除入った。あと翼の電化の解除だな。オッケー、ナイスー。意外とちょうどいいしびれ穴だったな。よし、すかし、よし、おお、3が入った。なんかこのままあっさり終わってしまいそう。特に映えるところもなく、ただひたすら夢中に真剣に勝って終わりそう。弱りが見えるにゃ。よし、ガードできっちり相手の動きがカバーして、 OK。 今日ほんと被弾少ないな俺ながら。 OK、 この電化状態じゃねえ時の疲労の翼のやつはね、ガセなしでガードできるんだよな。これで終わりかな。よいしょ、フィニッシュ。リバブラフルバースト。終わらん、なんで終わらんのよ。終わってくれ。よし、フィニッシュ、やったぜ。10分2秒だったね。まあなんか普通に終わったっていう感じだから、特にあれなんだけど、特殊条件3つの、まあこういうクエストはだいたいこんぐらいで終わりますよっていうか、こういうクエストでしたっていう。感じだね。ちょっと取れ高がないのがちょっとなんともあれなんだけど、申し訳ないところなんだけど、まあ、結構珍しいんじゃないかな。多頭のとりあえず3つ条件のやつ持ってる人はあんまりいないと思うんで、こういうクエストもあるよっていうのを覚えていただけたら幸いです。17個、よし。8万税にねえ、カニクエと報酬金一緒ぐらいなんだけど、カニクエはな、あれは金策って言ってもそんなめちゃくちゃ飛び抜けた金策っていうよりかは、五石と兼ねてやるのがいいんじゃないのかな、あれは。この五石一回クリアするとね、五石も手に入るからね。よし、まあ、金策の話はいいんだわ。カニクエのイベクエは、あとはガチャやりますか。ちょっとだけ、そう、裏でやってたから78、これ足して80、81回かな、81回ぐらいだいたい引けるみたいな感じだから、いや、引くか。20回だけ引くか。20回だけね。だから116になったらやめます。セイク枠。ここまで引きますか。出るかな。CR ミネレさん。この間は、敬老の日っていうことで CR ハーモンさんをこき使った日ではあったんだけど、今日は CR ミネレさん。何の日でもないけど、CR ミネレさんをこき使っていきましょう。116の、116のところまでね。
配信外で44に出てもちょっとリアクション困るんだよな。どうしような。どうしような。来てくれても、来てくれても何も困らないんだけどな。うん、ちょっと431はさすがにひるむ、431はさすがにひるむんだけど、それは濃縮して44にしてくれまいか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今日は、まあ、まだ20連だからね。20連にしても、まあ、引きよかったんじゃないか。ちょ、引きてー。いや、でも流れよかったんだけど、いや、流れいいっつって当たって日ないからな。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ギャンブラー精神は落ち着かせるのが一番大事。それ一番言われてるから。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ギャンブラー精神が目覚めかけたけど、今日の撮影はこの辺でお開きです。ありがとうございました。俺のライゼクス主レイヤー以外にも多分いると思うんで、こういうクエスト持ってる人ね。3つ条件のやつって、多頭みたいな。単品は、まあ、出たりするからね、意外と。うん。まあ、多頭の3つ条件のやつ持ってる人いたら、よければコメントに書いてみてください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。